マイケル・ソンの動画はデブ飯っていう題でやっていますね。話が長いんだけど、多分ね、ライブ配信しても人が来ないと思いますね。面白くないからですよ。うん。私の話はね、今、世の中が変わるまでは多分暗い話しかないですよ。だいたいみんな四大欲求とかさ、ちっちゃい頃から見てきた、その、ものの話しか残らないですよ。エッチな話か、スポーツか、うん。それだけなんですね。何が起ころうとしても、しててもね。何が起きててもってことですね。うん。で、それでね、人が被害に遭っていくんですよ。本当に。うん。人間ってそれだけね、次元が低いんですよ。言っちゃ悪いけど。うん。低いんです、はっきり言うと。うちなんかの動画も低いって言われる、幼稚園って言われるでしょうけど、私が言ってるのは命に関わることの話をしてるんですね。うん、そういう話。私も幼稚ですよ。はっきり言うと。幼稚園みたいな頭してますから、ね。ただね、人の命かかることを言ってるんですよ。危ないよって。うん。まあ、このパンって、パンもそうなんだろうけど、天下が多いからね。天下、日本のね、食べ物には天下が多いんですよ。天下物ね。うん。本当に多いな、お腹空いて、ストレスで食べてるだけです。負けると。うん。で、音楽にね、TM ネットワークの How Crash ってあって、SYNTHMANIA っていう人のね、チャンネル見てもらったらね、今の世の中が伝わると思います。気づかない人は気づかないでいいんですよ。うん。で、その人はちゃんと小室さんから、承諾、許可もらってるから、違法にならないですね。まあ、登録者数は1120しかいないですけど、大体ね、あっちの方とあんま繋がってない人は登録者数が少ないんですね。うん。TM ネットワークだって、ゲットワイルドとか結構回ってんだけど、登録者数が 7.56 しかいないんですよ。うん。だからあんまり繋がってない人は、あんまりチャンネルがつかないなってですね。多分私のやつもほんまに増えないですよ。わかってますから。下手したら離れていく人もおるだろうし、自動で削除することもあるんですよ。勝手にチャンネルが解除されたらね。もうそんなの3年前から知ってますもん。はっきり言うけど。うん、だから私は1000人行くとかね、4000時間行くっていうもう無理やとわかってるんですよ。大体ね、こういう形のピラミッド、うん、これにね、繋がってる、ここ辺のね、上の人に、ここ辺の人が結構ね、チャンネルが増えるようになってるんですよね。うん。何でもそうです。ピラミッドになってるんですね。こういう風に。だから小室さんの映像でもこういう映像、三角形のマーク使うでしょ。うん、使ってんですよ。それをくるくる回してるんですよね。まあ、そういうもんですよ、っていうことを言ってるんですね、今ね。数字にもマジックあるんですよ。うん。番号でね、良くない番号もありますしね。だからこの世ってね、結構ね、自分が思ってるようにね、思ってるような世の中じゃないんですよ。知らんことは嫌モードあるんですよ、まだまだ。学校はね、それに気づかないように教えてるだけなんですよ。全然違うの教えてるんですよ。うん。例えば歴史の教科書とか嘘が多いですね。数学はね、間違いないと思うんですけど、まあ、必要ないものも結構教えてるんですね。使うことないな。まあ、仕事によって使う人もいるでしょ。サイン、コサイン、タンジェントとかね。関数の問題だったりね。うん。だ一般の人で使う方は使わないですよね、そんなにね。まあ、それに長けてる人と、それに勉強、深くする人にさ、勉強する必要があって、な人間必要なの足し算引き算掛け算。もう三角形の問題。小学校でよく出るやつぐらいで十分ですね。はっきり言うと。ね、国がね、嘘つかなければね、そういうもっと難しいのやる必要ないですよ。はっきり言うと。ただ家作る人とかね、なんかの科学の研究者だったらそういうの必要になっていきますね。はっきり言うと。だからそれに向かっていく人だったら、中学校ぐらい。まあ、中学校は行く必要ないけど、中学校、
ぐらいのレベルになる子はそっちに行った方がいい。うん、もう小学校でね、それだけ出してる人もおるんですよ。あの、親がやっぱり遺伝がね、あの、理数系だとやっぱり理数系の子供ができるんですね。で、それに目指すのとそっちを多分、研究していけばいいんですよ。で、別に二十歳まで卒業しなきゃいけないっていう問題じゃなくて、あの、あんま詰め込みすぎるとね、人間ってね、頭おかしくなるんですよ。親の遺伝が3なのに、4の勉強したでしょ。そしたらね、卒業するまで4の勉強すると、4詰め込むとすると、パソコンと一緒なんですよ。CPI っていうのは頭頭脳にあるんですよ。つながり、この神経の細胞がね。で、そこに4とか5の、親の遺伝が3なのに5とか6入れると、壊れてしまうんですね。で、壊れてしまったら寝たっきりなんですよ。うん。私はだから、それを勉強しようと思ったらね、本当はもう国なんかいらないんですよ。あの、財務省は日本なんじゃないんだから。それでね、お金をずっと ただにすれば、学校もただにすればいいんですよ。給付すれば、給付っていうか、行きたい分だけ、やめたらやめたらいいんですよ。合わなければね。学校の雰囲気、先生の雰囲気とかもあるから。うん。でね、あの、勉強するのは正しいんですよ。勉強絶対しないといけないんです。だけど、今のね、教科書とか、ああいうの勉強しちゃいけないんです。合ってないから。でね、詰めようと思って、あんまりこう、その二十歳までというか、22までとかね、限定してお金がないから、それまで達成しないと、研究達成しないといけないんだと思ったら、頭を壊れちゃうんですよ。でね、いや、それで、ちょっと変な病気になって入院したりね、障害者になったりする人もいるんです。で、親の頭が悪いのに、ね、1しかないのに、いや、子供は学校勉強行けば俺よりいいのになるよってならないですよ、はっきり言うと。だってそこに遺伝がないんだから。親が子供の遺伝子入れるときに、ね、精子と卵子あるでしょ。まあ、ちょっと汚い話、パニーしたらいけん。その、自分に数学の能力ないね、子供が数学の能力持ってるわけないですよ。で、お母さんにもないとしたらね、子供が理数、いや、俺は大学で数学の先生になるの、なれませんね、はっきり言うと。壊れます、脳が。はっきり言うと、どっかで。うん。無理するとどっかに逃げた方がいいですね。無理なんですから。で、そこの親がね、建設だったら、そういう建築の中の応用編をやったりね、なんか伸ばすものをね、小さいうちから、その、親が教えられない部分はそういう学校を作ればいいだけなんですね。で、別に二十歳までとか二十までとかね、達成しなきゃいけんってそういうのないんですよ。人生今80とかよ、下手すりゃこれが120で130とかなっていくんですね。医学が進んでいくからですよ。うん。臓器の入れ替えとかもあるでしょうからね。まあ、下手すりゃそれまで行きますよ、今の子はね。私の時代は行かないかもしれないけど、まあ行くんですよ。そしたらね、もうちょっと長い時間かけて勉強すればね、親を超えることできます、はっきり言うと。でね、ゲームでやろうと思ったらね、あれやったらいいですね。マインクラフトとか、まあ、あとは、ドラゴンクエストビルダーズ。ちょっとね、嫌な部分もいっぱいあるけど、まあ、牢獄島とかいろんな島があってね、この世の全てを教えてるようなとこあるんですけど、そこをちょっと乗り越えてもらってね。あれもね、ちょっとした建築の勉強になりますよ。どこを先に組み立てたらいいとかね、あるんですよ。うん。子供の手にそれやったらちょっと変わっていくんじゃないかな。まあ、それだけでちょっと嫌な部分もありますよ。オープニングでね、ちょっとやっぱりこの世界は、牢屋みたいな教えるとこもありますから。まあ、子供のうちは漫画だと思ってくれたら一番いいんですよ。うん。まあ、この世が全部壊れたらね、それはもう、ただのゲームですけど、まあ、今んとこそのゲームは現実なんでね。で、川の作り方とかもゲームで教えてくれますから。だからね、山削ったらいかんとか、そこで木がつくよ。うん、はっきり。ドラゴンクエストビルダーズ2でね、私がやってるの2なんですよ。うん。作物の植え方とかね。まあ、ちょっとした勉強になりますよ。実際のものとちょっと違うけどね。うん。自給自足がいいんだよ、じゃないけど、そういうのはちょっと出ますね。
うん、まあよかったらね、その旅行お願いします。ちょっとね、3番まで行きます。